皆さんこんこにちはジャーナリストの津田大輔です通常は平日午後7時から放送しているポリタス TV なんですけれどもこの6月よりですね毎週火曜と木曜の正午から お昼晩のポリタス TV 通称ヒルタスが始まっていますまあヒルタスね当分これ無料でご覧いただけるようにしておきますけれどもえー、過去の放送もう800近くありますけれどもこの過去の放送をですねご覧いただきたい方はこちら YouTube のメンバーシップにご登録ください えこちらをご登録いただくと、えー、過去の放送がいつでも好きな時に見放題になります。上位プランもあります。上位プランにアップグレードいただくと、上位プラン向けの限定動画、あの3周年記念イベントなんかもね、えー、見られますので、えー、ぜひこちら、えー、番組継続のため、えー、登録、アップグレードよろしくお願いいたします。 はい、で、えー、この「ヒルタス」が始まったんですがあのヒルタスの MC にはですね、えー、新しく10名の方にお願いしたんですが。 今日もあの新 mc の方が登場します。ですので、初回だけ僕が出演して mc の方をご紹介しようと思います。えー、まあと言ってもですね。今日の方はですね。もう十分に有名な方なので、あんま紹介する必要もないと思うんです。けれども、も会社員でフェミニスト作家の笛美さんです。ふえさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。 はい、えみさんというとですね、えー、これ2年前ですが3年前になるのか、はいえー、3年前にですね、検察庁法改正案に、えー、抗議しますというですね、当時国会を賑わしていたこの検察庁法の改正案について、えー、これにですね、えー、ハッシュタグのこの検察庁法改正案に抗議しますというハッシュタグがどん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 広まって でえー、この抗議するでまあ一つ国会を動かした、まあ、一つの,あの大きなきっかけになった出来事だったんですけれどもまあこれを最初にハッシュタグをつけて投稿した、まあ、ムーブメントを作られた方として知られていて、まあ、その後もですねいろいろなネット番組とかにもご出演されて、うん、発信の機会も増やしていてそして、えっと、2年前にはですね えー、ポリタス TV に初めての著書全部運命だったんかいをですね出版された時に、えー、ご出演いただいて僕がね堀ポリインタビューさせていただきました、うんまあ、広告業界の、ねえー、で働いてるということまではあのオープンにされているんですけれども、まあ、その後もですねあのふえみさんの活動には僕も注目していて えー、よく冬みさんインスタライブ本当に飽きないなっていうぐらいですねよくいろんな頻度でやられているしそしてインスタを中心にですね、えー、あの分かりやすく時事問題を、ね、図解化したものなんかも発信していて。 まあ本当にフェミという名前はフェミニズムから取ったっていうことは知られてますけれどもでもフェミニズムジェンダーの笑いだけではなくて本当に時事問題として、まあ、有権者がね本当に知っておくべきいろんなあのことを、まあ、政治に関心を持つためのです、ね、情報を発信していて本当に頭下がるなと思って見ていたんですよね。でえー、さん、まあ、ポリあの昼の,あの昼 ヒルタスをね始めようかなと思った時にまあ、どういう人にねお声がけしようかなっていうのを考えてたんですけれどもやっぱりインスタライブを何度か僕も時間ある時見ていてその時のコミュニケーションのやり方がすごい感心してたんですよね。まあ一人しゃべりでしゃべるだけではなくて、えー、しゃべ自分の思いをしゃべってるだけではなくてインスタライブもこの YouTube と同じようにライブでチャット欄があってそのチャットにいろいろなあの反応が寄せられてまあ、そのちゃん反応 チャットからリアルタイムで寄せられる反応をうまく受け取りながら話題を展開していっててですねこれ結構ね特殊能力なんですよね、うん、あのライブでやりながらチャットの反応を見てそれをとの話題に組み込んでしゃべるって結構訓練必要だしそれが何か身体的にできる人ってそんな多くないので、まあ、僕はもうやっぱそれをずっともうね多分。 そうですね、2007年ぐらいからずっとやってるので、うん、まあ20年近くやってるから自分はも,もう身体化されてるんだけどあふ冬みさんも全然もう最初からできてるじゃんっていうのも思ってであればこれ本当に「ポリタス」の MC さらにはこのやっぱり「ポリタス TV」ってライブコミュニケーションっていうのも視聴者とのライブコミュニケーションしながら、まあ、問題社会問題や知事問題を、えー、分かりやすく伝えていくっていうことがやりたいのであこれはふえみさんぴったりなんじゃないかなって思ったんですよね。 ただ同時に冬みさんって、あのー、名前はペンネームですし顔出しもされていないのでまあその辺ってこういう時事問題の、あのー、番組をやるときに、えー、顔出しなしでも OK なのかなっていうのはちょっと自分も考えたんですけれども、うん、でもよく考えてみると、あのー、女性もがやっぱり名前と顔を出してやるでも言論とか番組の責任としてちゃんと発信される情報に責任が取れていれば。 まあ、あの別に顔って別に出す必要ってないよなと思ってやっぱりその女性というのが過度なルッキズムにさらされることみたいなこと自体がですねやっぱりこの今の女性の生きづらさにもつながっているということでもあるので、うん、そうであるならばふえみさんをふえみさんのまま MC やっていただくっていうことも、まあ、やっぱり何かとこの男性が支配しがちなマッチョなメディア業界で、まあ、MC ってやっぱり仕事自体がすごくマッチョ なところがやっぱあるんですよね全部バババッと仕切ってやっていくっていうなんか職責自体がそういうところがあるんですけどやっぱりあのそうではない MC 像とかあの女性が活躍できる場所っていうものをあの増えていく方が多分メディアの業界自体もですねもっと健全化適正化していくんじゃないかななんていうねそんな思いもあってですね えよし、ふえみさんにお願いしようっていうふうにお願いして、ちょっとふえみさんは最初ね、だいぶ春巡もあったっぽいんですけれども、<laughs> まあいろいろお話しして、お、えー、引き受けいただいて、えー、今に至りますということで、えー、では、ふえみさん、ちょっとあの自己紹介と、えーはい、この MC ヒル,ヒルタスではね、こんなことやっていきたいというですね意気込み、なんか考えてることを教えていただければと思います。はは <laughs> はい、皆さんん改めままししてこんにちは会社員美ニストの美と申します、えー、と私はです私でね、えーと やっぱりその自分がまあ会社員という立場で、えっと、そのムーブメントを、あの、さっきもあったようなツイッターデモだったり、そのようなムーブメントを、まあ、追っ始まってしまったっていうこともあって、やっぱりそういう、そういうきっかけで、まあ、世の中にはそんないろんなその社会の問題だったり、あと私がすごく気になっているジェンダーの問題だったりに、声を上げてらっしゃる方がいるってことをすごく知って、なんかそういう人たちにもっと話を聞きたいなっていうのとか、 あとは結構私がそのツイッター、インスタ、ティックトックとかで発信していても結構若い子がもうこれはなんかデモを起こすしかないとか結構口では言ってるんですけど実際行動に移してる人があんまいないなと思ってなんかその実際に 行動に移してる人がどういうふうに始められたのかなとか、そういった話を聞くことで、なんかそんな、なんていうかさ、もっと声を上げる人とか、そういうのを増やしたいなと思って、えっ、ー、と、この私から始めるムーブメントっていうシリーズで一旦やらせていただきたいなと思っています。 はい、はいととうことでですね。まあ、本当にあの社会運動とかね多分あのジェンダーやフェミニズムの問題だけではなくて社会運動全般がどのように、ね、やっぱ広がっていくのか広げるためには、えー、やっぱノウハウって必要じゃないですかそのノウハウってなかなかネットではわからない共有、うん、本にもなってないしやっぱりノウハウってその人にあのしか 持ってないものなので、まあ、それを笛美さんにですね、どん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 インタビューしていくことで、いろんな人に共有されて、まあ、より社会運動が盛り上がっていく、そんな、ね、会になればなあ、というふうに思っております。では、あここでですね、えー、笛美さんにバトンタッチして、一、えー、回目の、えー、番組を進めていただければと思います。えー、ゲストは、ジェンスカの桃さんということで、えーまあ、笛美さん、桃さんがどんな方なのか、なぜ彼女にお願いしようと思って、 たのかというようなところからですね、え番組を始めていっていただければと思います。では藤見さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。さてでは早速ですが、えっと本日のゲストをお呼びしたいと思います。横須賀市長の女性別紙発言をきっかけに、えっとジェンスカという市民運動で署名活動を始められたモモさんともモモさんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。ということでえっと。 まあ今回、ね、横須賀市長のということだったんですけど、実はですね、その政治家による女性弁士、まあ、女性軽視発言っていうのは、まあ、その森吉郎さんの,あの、女性が入る会議が長くかかるということから始まって、今年もですね、実は繰り返されていまして、例えばまあその森吉郎さんがですね、で言うと、またちょっとり、小懲りもなくですね、あの女性の時代というか、女性でさえあればいいというような発,信あの発言ですとか、あとはその維新の馬場代表がですね、あの選挙の あの、統一地方選の時に24時間政治の方を、ことを考え実行できる女性は少ないといった発言をされたり、そういうことがありましたよね。でそんな中ですね、えっと、6月8日に、横須賀市、あの、神奈川県の横須賀市の、えっと、 神地、えっと、勝明市長が市議会で、えっと、女性蔑視発言というのをされたんですね。えっと、その、えっと、発言の、まあえっと、よく見出しで出てくるのが女性 DNA に敷いてあげられた歴史というちょっと何を言ってるのかちょっとよく分からないと思うんですけどこのような発言をされたんですね。で、えっと、ちょっとももさんに聞いてみたいんですけれどあの、はい、今回の,あの市長の発言を知ったきっかけっていうのはどういうきっかけだったんでしょうか。 はい、えっ、ー、と、私、もともと横須賀市民なんですけれども、はい、えっと、その際に、あの、今はちょっと引っ越してしまっているんですが、あの、その時に、あの、結構政治に興味があったので、はい、あの、自分が推したい、あの、 えと議員さんというのをあの調べたことがあって、はい、でその何人か私の推しの議員さんがいるんですけれども情報収集としてブログなんかも読んでいてでその時にあのこの記事を見つけてこんなことが横須賀で起きてるというのが初めて知ったあのきったきかけです推し議員さんのブログでこの情報を知ったということですね。なるほど ちょっとあの、詳しくこの発言っていうのをちょっと見ていきたいんですけど、ちょっと皆さんこれだけ見たら何のこっちゃって感じだと思うんですけど、えっと、これ、えっと、どういう発言だったかっていうと、実はちょっともう動画が切れてしまってるので、ちょっと文字でちょっと申し訳ないんですけど、あの、横須賀市の本会議で、えっと、青木哲政市議という方から、あの、横須賀市がその女性に選ばれてちづくりにしていこう っていうなんかそのそういう話の流れで横須賀市の歴史の部分をどうアピールするんですかっていうふうに話を振られたんですね。でその時にこのような発言をされたんですけどちょっと読みますと、えっと、私古今東西歴史の中で女性が敷いてあげられた歴史って多分ものすごくあって女性の DNA ミトコンドリアの中に常に敷いてあげられた歴史があってその怨念無念さが多分今の社会を構成してるっていうふうに思うんですよ。 これ意味かりませんよねえだからこそ反動形成で男女共同参画社会って話が出て女性が女性がって声が思い切り出てるのはつまりそういう女性が虐げられた人の歴史というものあるいはその念というみたいなものを浄化させなきゃいけない昇華させない時代に来てるところというふうにおっしゃっているんですけどももさんこの発言を見てどのように思われましたかはい あの、まず前提として、こういった発言というか議論を、あの、まあ、横須賀市民のげ税金で、あの、まあ、かなわれている市議会という場で、うん、あの、お話しされたというのが、すごく残念だなというふうに思いました。うん、で、この発言内容としては、この女性の DNA、ミトゴンドリアの中にというところは、 あの全く根拠のないもので、うん、でそれを公の場で、市のリーダーとして発信されたことと、あとは、その女性というものと、あとは、怨念とか無念さみたいなネガティブな要素をくっつけてしまったっていうところ、あとはそ、それもすごくショックでしたし、うん、あと、今、男女共同参画社会、ジェンダー平等をしていこう。 とあの市長自らおっしゃっているのにもかかわらず、この動きって反動形成だよねってあのお話しされたことも、うん、あの問題の一つだなというふうに思いました。本当ですよね。あの科学的にも正しくないですし、あとその女性と怨念をくっつけたりとかなかそういう嫉妬とかなんかそういうちょっとネガティブな感情っていうのと、はい、女性と結びつけるのってすごい。 嫌な感じですよね。そうですね。うん。あと反動形成っていうのも、えでも男女共同参画社会って C がやろうとしてることですよね。本当はね。はい。なんで反動形成っていう話になってしまったんですかね。そうですね。私もわからない時で聞いてみたいという思いです。<や> <laughs> 本当そうですよね。<laughs> はい。で実はちょっと私もそのミトコンドリアに引き上げられた歴史っていうのが、あのこれはあの あの、桃さんたちの主張とか講義の内容とは全く関係ないんですけど、私が個人的に気になって調べてみたんですけど、あの、ミトコンドリアにそういう、その、怨念とかがなんか溜まる機能があるのかな、なんか歴史を記録するような機能があるのかなと思ってみたんですけど、なんか、どうやらそういうのは見当たらなくて、あの、ミトコンドリアっていうのは細胞の中で、あの、にある、なんか小器官という細胞の中の部品みたいなもので、そのエネルギーの再生産とか、なんかそういうことに関わっているけど、その、 なんか怨念とかそういう虐げられた歴史みたいなことには全く関係ないので科学的にもあの違うんじゃないかなと思います、はい。で、さらにちょっと市長の発言まだ続くんですけど、ちょっとこちらも見ていきたいと思います。えっと、で、これにさっき言った市長の話にその青木市議っていうあの、まあ、さっきの市議さんが続けて質問されて、その女性の発言権が大きくなった中で、その女性がほとんどいない会議とか、なんかそういう。 見,られ見,なんか見方をされることが努力しないと難しいんでしょうかみたいなことを聞かれて、まあ、ちょっとこの質問もちょっと難しかったんですけど、個人的に。でそれに対して、えっと、市長の、えっと、お答えが、それが私よくわからないんですが、私結婚してからすべて女,女房が決定権を持ってたんで、全く逆で、機能分担。 役割分担できてたから、家庭の中で全く同列で、だから私にとっては仕事でも何でも男女の区別は全くないし、今でもそうなんで、それを、だからいつもそこの話になるんですが、その女性の数をある程度しなきゃいけないっていう意味が、私には今でもよくわからないっていうふうにおっしゃってるんですけど、桃ももさん、こちらの発言の後半の部分についての問題点とかってどう思われますかはい。えっ、ー、と、まず1点目が、 はい、横須賀市長上地市長のお家庭イコール日本社会、うん、横須賀市の,あの社会ではない中で、うん、その家庭の話をこう持ってきてそれをあの世の中ってこうだよねっていうふうにあのイコールで結んでしまったことがあの問題点だなというふうに感じました。でこれあの、えっと 横須賀市でですねあの、ポジティブアクションと言いまして、その、はい、あの、女性の数を、あの、まあ、意思決定層の女性の数を、あの、設定することに対して、あの、やっと市長が以前、あの、やろうという決断をされて、うん、私としては、あの、 あ進んでいくんだなっていうふうにすごくポジティブに捉えたんですけれどもうん、うん、今回の,あの議会でのこの発言を受けてうん、うん、あ分かってなかったんだっていうのにすごく驚いたんですね。2019年ですかね数年前にポジティブアクションの件についてあの議会で議論があった時にですね、はい、あの人権ではなくって、はい、かしよ 職員の女性がが上上に上がろうとしない多分それが一番大きなことなんではないかと思っていますっていう発言をされていてですねその時にあのだいぶ何て言うかあの他の議員さんたちからだったり市から、うん、あのポジティブアクションに関するインプットって受けられていた いたと思うので、その流れで、あの、今回やろうということになって、私たちは、あ、横須賀市の取り組み、どんどん進んでいくんだなっていうふうに理解をしたんですけれども、こう,う,、うん、ういった発言を聞いてしまうと、<え>あれえ本質を理解せずに進めるっていうことになってたんだっていうふうに思わざるを得なかったので、これもすごく残念だなというふうに思いました。いや、なんかすごくびっくりしたんですけど、 ポジティブアクションすごい！いいことなのにやろうって言ったけど、中身が分かってなかったってことなんですかね？分かってなかったので、この発言につながったんだと思うので、<ー>なんか死のリーダーとして大丈夫かってすごく心配になりました。確かになんかしかもあとなんかさっきのあの自分のご家庭亀次市長のご家庭をその社会と結びつけるっていう話もなんですけど、結構私これめっちゃ、はい。 あの、職場の男性とかにも言われたことあるんですけど、うちの家庭はこうだからみたいな感じで、はい、なんか言われることがすごくあるんですけど、でもそれもすごくただ、なんかちょっと全然違うんですけど、なんかその自分の家庭がそうだからといって、日本社会全体がそうじゃないっていう視点が結構そういう上の世代の男性の方に欠けてるなってすごい思うので、この市長もそうなんだなってすごい思っちゃいました。はい そうですね私の周りにもそういう方いらっしゃるなと今お話聞いてて、うん、残念ながらですが思いました。うそうですよねなんかあどうしてこんなことになっちゃったんだろうってあとなんか思ったのがそのなんかうちなんかよく女房が強いから男女平等みたいなこと言う人っているんですよなんかあの年配の男性の方で、はい、でもそれって実は私なんかトラップだと思っててその女性が家で強いっていうことって結局その家での女性家と女性を結局 強固につないでいるから、その性役割の強化につながっていると思うんですよ。その女性が家で強いっていうことって、<laughs> でも、なんかそれと社会で女性の知恵があるか高いとか、女性がその働きやすいとか、その政治家になりやすい方、全然別の問題なのに、その家で強いからっていう理由で、それをなんか全部に当てはめるのって、すごくなんかトラップですよね。そうですね。今お話聞いていて、本当にそうだなと思いました。なんかあの、うん、個人的なこと。 と結びつけるっていうことよりも、こう女性と家庭をより強固に結びつけてしまうっていうところにすごく課題があるんだなっていうふうに思います。うん、ありがとうございます。で、私もさっきあのおっしゃってたんですけど、そのまあそのポジティブアクションもそうなんですけど、あの今年4月にですね、あの横須賀市の では、えっと、男女共同参画プランっていうのを更新されてるんですね。で、あの、第6次に更新されていて、で、その時に、あの、さっきのポジティブアクションもそうなんですけど、その男女共同参画室を市長室と直轄に移管して、人権ダイバーシティ推進課にされてるんですよ。あの、これ、市長さんのあの、冒頭の挨拶に書いてあるんですよ。で、しかも、あと、根強く残る、あと、この中に根強く残る固定的な えっと、初位的や野的役割分、担意識などの課題を明確にし、多様な性を尊重するって書いてるんですよ。ここにだからね。そう、どう思いますか？これ見て、私もこのあの三角、男女共同参画プラン4月に新しくなったということで、はい、一応一読したんですけれども、も、はい、まずこの上地市長の冒頭のあのご挨拶と言いますか？あの読んでいて。あの？ さっき市長室にあのダイバ人権ダイバーシティー化が遺憾になったというところ、はい、ありましたけれどもこれって企業で言うと社長直下に人権ダイバーシティー化が。 あの来るってだいぶこう思い切ったというか、うん、あのあ力入れていくんだなっていうその意思表示につながると思っていたのですごくなんかこう期待が高まりましたしあとはあの、まあ、じご自身の言葉だと思うんですけれどもこの,あの性的分担役割意識だったり、うん、あの強固なあのところをめあの 明確にするっていうところもあのご自身で語られた言葉だと思ったので当然理解をしてこの三角プランっていうのをあの市役所だったり議員たちと一緒にあの作られたんだろうなというふうに理解をしたのでんなんか議会での発言と全然結びつかなくてんなんかあれとあの疑問疑問という感じでした。 そうですよねなんかなんかギャップがすごくてあってなんか別の人なのかなみたいな思って、ね <laughs> はい、しまうというかどっちが本当なのかなみたいな分からなくなってしまいますよね。そうですね、はい、ちなみにそのこの発言に対してその横須賀市の皆さんの反応ってお耳に入ってきたりしますすか <laughs> えーとですね私たちあのジェンスカのメンバーは3人いるんですけれども。はいあの まあ、周りの方にこういった発言があったということをお伝えをしたんですけれども、全然あの知らないっていうあの反応が本当に多くって、知っていた方って市役所に勤めている数人だけだったんですよね。で、市役所に勤めていたとしても、あの、え、全然知らなかったっていう声も多くありまして、あの、横須賀市民 だけれども、市政にあまり関心がないというかうあの、議会でどんなことを話されているのかっていうところは、なかなか情報としてあの届かない、届いていないのかなっていうふうに思いました。うーんそもそも知られてないっていうことですよね。いや そうですね地方議会のって何言ってるかとか確かに私も自分の地区がの方が何言ってるかとか何かそこでなんかセクシスト発言あったとしても確かに知らないまま流れてしまうんだろうなっていうふうにそうですね私もあのその推しぎさんのブログを読んでいたから知っ、うん、たところがあったので、うん、特になんかこうあの普通に普通にというかあの一般あの一般的というか。 えっと日常を生きていてあまりこうあの触れる機会がないところではあるのかなと私も思います。うんでもなんか確かに推し議員さんとか推しの地方議員さんのブログって本当情報の放送っていうか本当にそこにしか書いてないこといっぱいありますよね。はい、そうですね私はあの議員さんってあの市のプロだと思っているのでんなんかこういった議会でのあの えっと、議論でしたりとか、あとは観光とか、そういうライトな情報も、うん、あのすごくあの上げてくださるので、うん、私にとってはすごく、あのなんていうか、貴重なあの情報収集の,あのベースになってるなというふうに思います。うん、確かにそうです、ね、私もちょっと今の話聞いて、ちょっと地元の議員のブログとか、ソーシャルメディアフォローしようと思いました。<laughs> <laughs> はいでえっと、この発言を受けて、ですね6月19日に、えっと、デンスカさささんんの皆さんで署名活動を開始されましたねはいこれは元からその署名サイトの存在とかを知っていたんですかそうですね、私は比較的あの社会課題に関心がある方かなと思っていて、うん、よく周りであのオンラインの署名だったりされている方をお見かけしていたので、うん、あの署名やろうというふうに。 すぐなりました。これ初めて署名やる初めての経験でしたか。それとも前にそういうことやったことありましたか。えっと私は初めてで、うん、でえっ、ー、と今あのメンバー今あのや一緒にやっているメンバーも初めてだったんですけれども、うん、あのサポートしてくれる方が、うん、あのいらっしゃって、うんうん、であの導言を受けながら進めていったような形ですね。 そのサポートしてくれる方がいらっしゃって本当に心強かったっていうところがあったんじゃないですかね。そうですね、本当にそうで、うん、私たちはあの、まあ、これも初めてでしたしうん、うん、あとはあの、まあ、この署名を始めるまでにですねあの、はい、一回あの市役所の方に、はい、保健ダイバーシティ科の方にあのお話をさせ,にさせていただきに行ったんですけれども、はい、あのその時にあの具体的な市のあ 動きみたいなものを、うん、あのしていきますっていうふうにあの言っていただけなかったと言いますか、うん、そこであの明確にしていただけなかったのでそれであればあのこうみんなの力を使って、うん、あのこれって本当に問題ですよってことをお伝えしたくって、うん、署名活動を始めたんですけれどもなので何と言いますかあの それを後押ししてくださるサポートの、うん、サポートしてくださる方の存在って本当に貴重で、うん、あ,のありがたかったなというふうに思います。えじゃあ1回市役所に行ってるんですよね行ってこれおかしいんじゃないですかっていうふうに言ったんですよね。あはい、はいあはい、そうですあの。実はその時にに、はい、に対ししてて、はい、面会をしてくださいといとううふうに、あのー お伝えしたんですけれども、はい、それが叶わなかったので人権ダイバーシティ化にまずはということで、うん、あの訪問しに行きました。その時の反応がちょっとあんまりなんかちょっと違うなって思われた感じなんですか？そうですね、うん、違うなと思われたというよりかはあの私たちが主張していること自体をうん、うん、あの課の方たちはみんなあの理解をしてくださって、うん、でこれからあの 改善をしていきたいというお気持ちは話していただけたんですけれども、うんはい、ただそのこれから具体的にどういうことをしていきますとか市長、はい、に対してどういうあのアクションを起こしていきますとかって、うん、いうところに関してはあのちょっと難しいのかな内部からこう、うん、変えていくことが難しいのかなっていうふうにお話ししていて感じたので、うん、それであれば。 あの外から、うん、あの問題提起をしてアクションを起こすことによって、うん、こう市役所の皆さんが、うん、なんかそれを踏み台にしてじゃないですけど動きやすいようになったらいいなっていうこともあって始めました。うんうん、いやめっっっちちゃそれいやすごいい今ちょっとぐっときたっていうか いや、すごい、あの、私の、私全然ちょっと違うんですけど、市役所とか全く関係ないんですけど、はい、広告業界で働いているんですね、私が。はい。はい。やっぱり広告も結構炎上とか、CM の炎上とかって、やっぱすごいそれがリスクであって、でも、例えばそれを、じゃ社内で、いや、この広告だと炎上しますよ、みたいなことにを会議とかで言うじゃないですか。はい。でも、言うとあんま聞いてもらえないことがあるんですかね。そう。でも、例えば、じゃあなんかその、 し市民というか視聴者の方とかからなんかおかしいと思ったとか、うん、なんか炎上実際に炎上したりとか、まあ、書き込みがあったとかあとお客様センターとかにそういう声があったとかになるとやっと聞き始めたりする人もいるんですよね。はい、だからやっぱりそうやってその <laughs> まあなんていうかな部外者というかその実際の組織の中にいない人の声だったりそれを消費する消費するぐらいいうかまあ サービスを享受する側の人たちがそれを言うってことすごい力があることだなと思います私も本当にそれはそう思います。やっぱり、うん、あのあんまりこう内部だとこのことの重大さにあんまり気づいていないような気がし,、うん、し,てしたので、うん、これってかなりあのやばいよっていうことを。うん まず認識していただくところから始めないといけないんだなっていうふうに、あの、その、あの、対面でお話をさせていただいたときにそう感じたので、まあ、いろんな、なんか何かを変えるってなったときにいろんな方法があると思うんですけれども、んなんかいろんな立場の方に、こう、から、あの、アクションを起こしてもらうっていうのは、何かを変える、変えうる、なんか一つの方法なのかなっていうふうには思います。いや、本当すごい、 すごい心強いというか、すごいかっこいいなって、すごい今聞いててめっちゃ思いました。ちなみに、この行動署名活動を開始されましたけど、その時になんかあやっぱ不安だなとか、あなんかどうしようみたいな、叩かれたらどうしようみたいな、なんかそういう不安,不安みたいなことってありましたか 起こしてから、あの、この署名活動を始めてからはあまり正直なくって、私たちが主張していることが間違っていると思わなかったし、むしろなんかこう、応援してくれる方がたくさん増えていったので、あまり不安を感じることはなかったです。ただ、 あの一番最初のフェーズでこうなかなかメディアにも取り上げられず署名の数が増えなかった時はこのまま終わってしまったらこうどうしようっていう不安はありましたありがとうございます。でえー、とそれで19日に署名活動を始められて21日に早速署名提出されてますよね。 あ、はい、そうです。そうですよね。その時は1367名の署名が集まっていて、それを提出されたとのことなんですけど、はい、そのあここまで署名が集まるって思ってました。この2日間という短い期間で。いえ、思っていなかったです。うん,うん、どれぐらい集まると思ってましたか？それより結構予想以上に集まった感じですか？全然あの金曜日23日の定例議会までに。はい 1>, あの1万人を目標にしていたのでうん、うん、それで考えると全然まだまだ伸びないねというふうに、うん、あの今と話していたんですけれども、うん、でもあの、まあ、2日でこれだけ集まったのはやっぱり、うん、あの同じようにあの、うん、これって問題だよねって思ってくださる方がこれだけいるんだっていう意思表示にはなるなと思ったので、うん、ありがたいなと思いました。 ちなみに、この署名を提出されたときの、あの提出した先は視聴室の方々だったんですかね。はい、視、は、聴、い、室の方と、あと議会局の方と、うん、あとは人権ダイバーシティ方のあ人権ダイバー課の方、この方々の温度感とかって、どういう感じでしたかそうですね、あの署名をお渡しした後に少しだけお話をさせていただいたんですけれども。うんはい あのまあ、課題であるあのこれがあの問題であるということは認識していただけていて、うん、ただあの、まあ、あの具体的なことをお話しあのするっていう形ではあの正直なかったというところと、うん、あとはあの私たちあの意地悪したくてこの署名活動をやっているのじゃなくって、うん、あの本当に横須賀市が好きだから、うん、横須賀市がもっとあのいい。 あの町になってほしいから、この署名活動をやっているので、うん、私たちにできることがあれば是非、ぜひ、やらせてくださいということもお話しして、それについてもあの、はい、分かりましたと言っていただきました。す、うん、すごいですねなんかそうやってなんか なんかこういう活動をするとなんか嫌いだからだろうとか私も言われるんですけど <laughs> 日本が嫌いだから日本の批判をしてるんだみたいなことすごい言われるんですけど、うん、好きだからやってるんですよね、はい、そうなんです。じゃないと続けることが難しいなと思います。そうですよね いや本当、そこをみんな本当に私なあ、やったじゃない、こういうことをするとなんか言ってくる人いっぱいいると思うんですけど、それはマジで絶対違いますよね。<laughs> 本当に。はい、違うということを、声を大にして言いたいです。はい、あと、ちなみにすごい細かい話になっても、はい、聞いても大丈夫ですか、はい、このなんか署名を提出するときに、多分私がもし署名を提出したいと思ったときに、アポ取りとかやっぱしなきゃいけないんですかねあ、はい、そうですね。お電話をして、アポを取らせていただきました。電話をしてアポを取ればいいんですね。はい、そうです。 ちなみにこの新聞社さんとか結構取材が入られてますけどそれも電話とかで、はい、あの取材してくださいっていうふうに言えば来てくれるんですかね えと取材に関しては、はいえと、こういったことが、うん、あのまずあのメディアの皆様に対して、こういったことがありましたと。はい、であの、署名を私に行きます。その前にあの記者会見やるので来てくださいということを、うんあの、私は知っているメディア関係者の方にうん、うん、一斉にメールをするに加えて、全国の、えー、と新聞社さんと、うん、あの神奈川県の あの、新聞社さんと、うんうん、あとは、あの、そのほかメディアの方に、うん、なんていうか、取材依頼みたいな、こう、インパクトの、はい、あの、えっ、ー、と、なんていうか、 あのー、申し込みページみたいなものがあるんですけれども、うんうん、そこからもう地道に一個一個送って送って送って、はい、で、入、えー、ってきた方たちに向か向けてまたメールを投げるみたいな感じでしたね。いやー、すごい、そんな地道なご活動がやっぱあるんですね。<laughs> <laughs> 署名を提出するだけでもこんなに。 そうですね、うん、でも3人いたから頑張れた、サポートもあったから頑張れたというような感じでした。うん、ただ私たちも本当に有志の市民なので、うんうん、私も仕事があったり、うん、あの他のメンバー、学生もい,いるので、うんうん、授業があったりとかで、うん、本当にあの先週はあの、ヘトヘトし,ました <laughs> あめっちゃわかります。 もうなんか仕事しながらそれもやってすごいきついですよね。そうなんです。ちょっと体力とあとメンタル的にあああのギリギリだったかなと思います。でもなんかそんなね、なんか大変な中でね、こう、今日もね、取材いただいてて,いだいて、<変>本当にありがとうございます。こちらこそありがとうございますと言いただいてい。いやいや、しんどい気持ちめっちゃわかりますね、本当に。<laughs> で、えっとまあ、この、この署名を受けて、えっと、市長さんが、 えと21日、同じ日ですかね、に会見で謝罪をされましたね。はいはい、で、これが結構あのいっぱいニュースになってる感じですよね、そうですね、うん、たくさん取り上げていただきました。でも私、思うんですけど、そもそも署名がなかったら、こういう会見もなかったし、このニュースもなかったのかなって思うんですよねそうですね、あと一つあの申し上げておきたいのが、うんはい、会見なんですけれども、はい、始まったのが、えー、と5時からだったんですね、午後5時から。はい で私たちが、えっと、署名を施行したのが、えっと、16時半で、はい、30分前に<え>この署名を渡したんですね。はい、で、えっと、お渡ししたのは市長を私たちは希望したんですけれども、はい、対面ではかなわずだったのであの先ほども申した通り市長,あの、えっと、市長室の方と人権大罰の。 方と,という感じだったので、はい、市長には渡せていないなんです、はい、でこの30分後にこの会見をできるのであれば署名を受け取っていただけたんじゃないって思っていてで私たちあの直接渡していないにもかかわらずメディアとしてはこの署名を受けてこの記者会見をやったっていうふうに報じていてただ私たちは渡せていないし、うん、この 会見の内容を聞くにあの、私たちの署名だったりコメントを見て読んだ上の会見内容ではないというふうに思ったので、なんかす,すごくあの言い方があれなんですけれども、ただのこう炎上の火消しのようにしか見えなくって、<ー>すごくそこもあの問題だなっていうふうに思いました。 確かに16時半に署名を受け取って、まあ本人は直接受け取ってないんですけども、その30分後に会見だったら、その署名を全部見るとか、はい、そういう時間は多分ない、ね、できないと思います。<ー>そうなんですか。私なんかてっきり、その時間関係知らなかったので、てっきりそれが、はい、届いて会見したのかなって思ったんです違うんです。うわー、マジか。てか。 やっぱ聞くもんですね。話聞かないとわからないですよ。<laughs> 本当にそううの。そうなんですよ。なのでこのメディアの報道の仕方に、表現の仕方に関してもう少し、あこういうふうに書かれちゃうよねってあの私たちも反省。 したところでした。ええー、でもなんかそのジェンスカさんのせいではないと思います。すいません、えー、個人的な意見で。<laughs> ありがとうございます。でちなみにあの会見の内容をちょっとあのコメントをちょっと取り上げてみたんですけど、はい、なんかちょっと私の中で引っかかったところがあって、はい、そのなんか。 その多くの女性が長期にわたり差別的な扱いを受けてきたことに触れながら何としても解決していかなければいけないという思いを伝えたかった差別的な意識や女性蔑視などの意図は一切ないとおっしゃってるんですね。あとなんか、はい、私の配慮を変えた表現で不快な思いをされた方がいたことについて率直にお詫び申し上げたいという話だったんですけど、はい、なんかちょっとこの私引っかかっちゃってこの言い方にすごいなんか引っかかり屋さんみたいなんですけど、はい、なんか。 なんかでも意図がなくても差別をしてしまうことって全然あると思うし私もそうです,うですよねだから意図はないって言わ,言わなくてもよかったのかなってちょっと私も全くそのように思っていて、うん、あの逆に差別的な意識とか女性蔑視の意図があったとしたら問題になっちゃう、うんうん、と思いますし。うん 差別って、その意識的に行うものではなくて、無意識的に行われるものだと思うので、うんうん、あの、それを、それ自体を横須賀市長が認識していないこと、うん、自分は差別をしない人間です、と、あの、こう、言い方を恐れずに言うと過信してしまっていることが問題だなというふうに思いました。うんうん そうですよねなんか私も結構周りの方で会社とかで結構差別しないとか言ってるけど結構あれみたいな思うことあるから、うんはい、なんかそうしないって断言するのって結構なんかちょっとそ,そうかなってなんかすごいモヤモヤってしてしまうんですけどね。そうですねなのであの、うん、差別しないよというよりかはこう差別を誰しもがしてしまう可能性があって。うん だから差別的な発言だったりをしないためにストッパーになるアンテナを磨かなきゃいけないんだっていうような認識をしていただいた方がいいんじゃないかなっていうふうに思いました。うん、そうですね特にその男女あの男女じゃなくて共同三角線室じゃなくてちょっと名前変わったんですよね。あの… 人権ダイバーシティ,化,シティ化になったことをその市長直轄でやっているのであれば、はい、やっぱりそれをその自分の責任としてちょ,っとちょっと意識していただきたいなっていうのはう私もちょっと思ってしまいました。あとなんか不快な思いをされた方がいたっていうこともちょっと気になったんですけどなんか不快な思いをした側が悪かったみたいな感じですよね。はい、あのこれ市民に責任を転嫁しちゃって ててるっていうふうに思う感じて、うん、そて、捉え方の問題ではなく捉え,捉える側の問題ではなくて、うん、あのそういった表現を指定することこう発信する側としててう発信をしたことについて。うん あの謝罪をするというよりかは捉え方をしてしまったんだったらごめんねっていうような言い方をされたのもすごく私も引っかかりましたそうですよねなんかちょっとうんでそれを受けて23日にあの女性蔑視発言を市議会が取り消し許可をされたってことなんですけどこれっていうのはその、はいと 上地市長がこの答弁を謝罪し取り消しをしたいということを申し出て、それを市議会の人たちが賛成して議事録からなくなったってことなんですかね。あ、はい、はい、そうです。これ、どのように受け止めてらっしゃいますかえーっとですね、私たちあのまず初めにあの、横須賀市長からの謝罪と撤回を求めていたので、撤回を、あの してくださいという発言と、まあ、謝罪がされた、謝罪の内容というか、矛先がどうであったかっていう問題は、一旦置いておいて、うんうん、いうことがで、議会の中で出,て出たことに関しては、良かったかなっていうふうに、一旦は思っています。ただ、うん、あの、会議局から削除って、これ、証拠隠滅みたいな、うん、あの、 ふうにも捉えられるので、うん、これってこうそれでいいんだっけ、うん、っていうところは正直もうやっとするところですわかりますなんか私もあのこのジェンスカさんの署名が始まった時にあのその横須賀市議会のページの動画見に行ったんですよね、はいはい、そしたらとその時は全然見れてたのにはい。なんか昨日になって 見れなくなってて、そうなんですよね。そう大丈夫えって思って。はい、なんかこれって、本当に良かったのかなって。うん、うん。そうですね。あとは、私一つ、あの、も問題というか。 あの課題だなって思っているのが、まあ、市長の発言もそうなんですけれどもそれと同時に市役所だったりとか、うん、議員さんの対応っていうところもすごく問題だなっていうふうに感じていて、うん、この議会の中であの緊急質問をするかどうかみたいなところが出たりとか市長に対する緊急質問をする時間を設けるかどうかというあの発言があったりとかあとはがあ なんですけれどもなんかそれは、はい、あの結局なくなってしまってでかつこの,<え>あの賛成多数で取り消し許可っていうのも議員さんが賛成する賛成しないで決めることなので、うん、で,あのであのこれで取り消しをあの反対したのは確かに2名とか数名だったんですよね。なのでこうあそれでいいのか、うん、と思ったところもありました。 確かに多数決で決まっちゃったってことですよね。はい、そうですね、うん。なんかでも確かにこれって多数決で決めることなのかっていうのもありますし、<laughs> そっか、このつ、そうか、じゃあこの質問を設けるかっていうことを、本当は考えてたんですね。じゃあ、その改めてこの話をしようっていうことを考えてた人がいたけど、結局なくなっちゃったってことですか。<laughs> あはいそうですねあの議員さんの一人があの、うん とししてて研究質問をはどうですかということがあの冒頭あったんですけれども、うん、結局なくなったという、うん、なんかでもこの件に関してちゃんとなんかね議論というかねそうですねまあ機会の場でもよかったですし、うん、あとはあのもう定例議会は終わってしまったのでこれから、うんまあ、市長に対してだったりとか市役所の中で議会の中で、うん、この件についてきちんとあの 扱う。これからこのようなことが二度とないよう、議論をしてほしいなという風に思います。いや、それは本当にしてほしいですよね。普通にで、はい、もうこれであの引き潮があのされたと思わないでほしいなっていう風に思います。いや、ほんそうですよね。だって、なんか前もだって。ポジティブアクションの時に同じようなことがあって、今回もまた会ってってことはまた3回目もね。ある可能性だって、はい、そうですね。うん。 なんか本当にそれは怖い怖いなもうなんか恐怖だなっていうふうに思いますなんかこう、ね、今までそういった発言に対して何も市民から、うん、まあ社会からアクションがなかったっていうことも問題の一つではあるんですけれど、うん、い一回このようなことがまああのを起こしたので、うん、人にこれ以上はないよというふうに思っていますうんうん、うん、ありがとうございます。 でそうですねそれで今二十三日にそういう取り消し許可の話があったんですけどそのまあ、はい、謝罪会見後も署名自体はまだ続けていらっしゃいますよねあはい続けていますしかもなんか終わ提出後にすごいまた署名のサンドリンが増えてます、ね、そうなんですはい今って何人ぐらい集まってるんですかえっと今はですね一万二千二百七十七名 うん、方に署名をしていただいてます。すごいですね。やっぱりそれはそのニュースとかで取り上げられたことで皆さんこの署名の存在を知ったりされたんですかねそうですね。うん、21日の,あの市長の謝罪会見が、うんうん、えっと、一番最初かなメディアに取り上げられたところだったので、 そこからダーッと増え始めたっていう,う感じです。すごいですよね。この今もその続けてらっしゃる、その一応提出はしたけど、今もまだ続けてらっしゃる理由っていうのは、はい、もし教えていただけますか、はい、はい、えっ、ー、と、私たちあの、まあ、は、最初にあの、この署名のタイトルにもあるんですけれども、はい、当初からの私たちの希望って、 あの、再発防止のための、ジェンうん、うん、市としてのジェンダー意識の改革の施策を求めている署名なんですね。これ、署名活動自体が。うん、なので、あの、上地市長の,、うん、あの謝罪と撤回が済んだら、それでよし、というわけでは全くなくって、うん、これからこういったことが起こらないように、 横須賀市長、市役所、あと市議会議員全体のジェンダー意識の改革を進めるための施策をしてください。うん、例えば、その市長だったりとか、議員だったり、うん、あとは市役所の,あの意思決定層を含む全市職員に対して、あのジェンダーダイバーシティの研修をやってください。うん、で、それも1回こっきりじゃなくて、毎年複数回やってくださいとか、うん あとはそれをあのきちんと実効性があるかというのを測るために、うん、あの数値目標を設定して進捗も市民に報告してくださいねとか、うん、あとは、えー、と人権だったりジェンダーに関するあの公的表現のルールを、うん、策定してくださいとか、うん、あとはあの市として何かをやるってなった時に全て政策、施策、まあ、あとは事業 ジェンダー主流化知ってくださいねっていうことを求めているのでそれがそれをやりますと言ってくださるまでうん、うん、私たちはこの署名活動を続けたいなっていうふうに思っていまや是非その今おっしゃっていただいたこと是非やっていただきたいですねなんか私の自治体でもやってほしいって思うぐらいすごい真っ当なご提案だと思います<笑><笑>ありがとうございます。でもこれが 一地域のいい事例になったらいいなっていうふうに思っていて、うん、まあ残念ながらこういうことが起きてしまって、まあ、それは、うん、あの100歩譲ってしょうがないと。でまああのじゃあこれからこんなふうに変わりました他の地域の方も皆さん自治体も参考にしてくださいねっていうベ,ベストプラクティスになったら本当にいいなっていうふうに思うので、うん、ぜひあの横須賀市として。 あの進めていただきたいなと思っているところです。ありがとうございます。知られないままで、あの、うん、いる地域とかもすごく多いと思うんですね。で、やっぱりその自分には何も変えられないんじゃないかっていうふうに思っている人もたくさんいると思っていて、まあ、特に女性。 だと結構今の日本社会でやっぱり声が通らないので、なかなかそういう声を上げたりするのは難しいなって思ってる人いると思うんですね。うん、だけど、そういう方々に何かそのジェンスカさんから、まあももさんからメッセージいただければと思います。あ,ありがとうございます。はい。そうですね。うん、あの。何かを変える姿勢を変える。あの国の意思を変えるみたいなことってすごく大きくて。うん、あの。 変えられなないいいんじゃかかっていう気持ちはすごくわかる、うん、私もそう思いますっていうのとただなんかもしあの今回私たちが署名活動をやってこれがあんまり署名集まってなかったとしても私は、うん、あの多分後悔してなくって、うん、あのというのは自分はおかしいと思ったからやったんだ うん、なんか自分を認めてあげることができるかなというふうに思うので、うん、こう何かおかしいなって違和感を持ったその違和感を大事にしていただいてじゃあどんな人に何をしたら変わっていくかなっていうのをなんかこう戦略立てて、うん、あとは誰かと一緒にやるっていうのが大事かなと思ってます。うん、一人でやるとなんか 私も一人だったらきっとこの心が折れてうん、うん、途中でやめてたと思うので、うんうん、なんかこう、なんか協力してくれる方を、仲間を集めて一緒にやるっていうのもポイントかなと思うので、うんうん、あの、なんか仲間集めと、とりあえずやってみるみたいな、うん、そんなにハードル高くなく、あの、できるところから、 あの一緒に進めていいいいきまままししょうといううととととこをお伝えしたいなと思いますすありがとうございますちなみにこれ私の個人的な課題でもあるんですけど仲間集めってどうやってやったのかもしあの答えられそうだったら教えてもらってもいいですかああはいもちろんです私ジェンダー課題にもともと関心があって、まあ、人権とかジェンダーとかに関心があってジェンダーのあの ことについて学ぶ、うん、あの、プラットフォームみたいなものがあって、ジェーンカレというんですけれども、カレーであの、えっ、ー、と、知り合った人たちに今回協力してもらっうんあの、メンバーもそうですし、もありますし、あと、はい、まあ、日頃、こう、友人だったりとか、お、うん、仕事関係の人だったりとかに、うん、まあ、自分はこういうことに関心があるんですっていうことを、お伝えしておくと、何、うん、かあったときに、 ねえねえ、協力してっていうふうに、<laughs> あの、お伝えしやすいなと思うので、なんかその素地づくりをひ、なんか日頃行っておくみたいなところも大事なのかなと思います。メディアの方もなので、その時に作った、あの、なんてうか、コネクションのところ、あの、お声かけ大きなパワーになったかなと思います。間違いないですね。<laughs> えちなみにあの私もなんかその周りの人にジェンダーに興味があるんだよって言いたいけど言えなくて2年ぐらいかかってやっと言えたりとか <laughs> そんな感じなんですけどなんかこう言うコツと,とかってありますか <laughs> そうですね、はい、なんかあの私は割とあの日頃 こういうことはあったけどどう思うみたいな、うん、その人の意見をなんか聞いたりなんかそこから見えるその人の人柄とか,なんか価値観みたいなのを聞くのがすごい好きなので、うん、何かこうテーマをジェンダー関連のテーマを持っていって、うん、なんかこれどう思うとかなんかこんなことあったっぽいよみたいなことを話題に出すいところが なんかこう手っ取りただなんかこう私もあの特に身近な人家族とかですね、はい、に対してこうあのなかなか,かこんなにあの話を振ってるのに関心を持ってもらえなくてつらいなと思ったりもするので、はいはい、私もあの悩み中です。そうなんですね でも、なんかその行動力というか、コミュ力とか、すごい見習いたいなって思いました。眠る、えーね、いです。はい。ありがとうございます。ということでですね。えー、っと、あ、何か最後に言い残したこととかもしありますか。言い残したこと、うん、ぜひ、あの、今回、あの。若手の三十代。で、うん 以下30歳以下のメンバーでこの活動をやっているんですけれども、はい、ぜひあのこれからの横須賀市の,あの行く末を一緒に見守っていただけたら嬉しいです。そしてぜひあの署名だったりとか活動にも注目していただけると嬉しいです。共に頑張りましょうということをお伝えしたいです。はい、はいぜひです、ね、この動画を見てたただいた方あの 塚さんのあの横須賀市長の発言に対する再発防止策の署名にですねぜひ協力していただければと思いますまだまだ署名集めておりますのでよろしくお願いします,いますはいということで桃さん今日は本当にありがとうございましたこちらこそありがとうございしました本日のポリタステレビはここまでとなります本日午後7時から夜のポリ,テポリタステレビもありますぜひそちらもご覧ください皆さんご視聴ありがとうございましたまた次回お目にかかりましょうさようなら